こんにちは。疲労回復整体チャンネルをご覧いただきありがとうございます。この動画では全国から寄せられた整体技術に関しての質問にお答えしていきたいと思います。今回も熊谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では本日のご質問です。では今回は交通事故に関してのご質問なんですけども、交通事故の患者さんに対して施術の仕方や考え方について知りたいです。一般の患者さんに疲労回復整体を行うと効果が出て持続するのですが、交通事故の患者さんには効果の出方が遅いような感じがします。患者さんには炎症が起こっているからすぐには治らないとか、あとは回復力が上がるまで頑張りましょうかということで言っていることなんですけども、いつまで経っても改善しない方が何人かいるということですね、うん、はい。で、交通事故の患者さんの治療の考え方などがあればぜひ教えていただきたいですとのことなんですが、はい、はい、まあ、あの感覚値というか、まあ、そういうふうに治っていかない気がするとか、まあ、データ的にもねそうなってるっていうのは正しいと思うんですよ、はい、ちょっと特殊なんですよね。特殊なんですね、うん、ちょっと特殊で、交通事故の場合、まあ、外傷性のものも何かしら加わってるので、はい、その外傷性のものも治していかないと治っていかないっていうケースが結構あるんですよ。うーん、あともう一個、外傷性だけじゃなくて、はい、めんどくさいのが、はい、トラウマ。トラウマ、あ、精神的な問題です。精神的な問題ですね。そう、ね、恐怖、はい、その特に多いのが、はい、もう事故する瞬間 見てた、うん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 、ゴーンってこう来て、はい、何みたいな感じだったら結構残ってなかったりするんですけど、あのもうあぶつかるみたいな、うんうん、っていう風な感じでもね、あの後ろから来てそれを鏡でこう見てたりとかもそうだし、はい、あの前にこうぶつ前がなんか玉突きみたいな感じでドーン止まってブレーキ間に合わないとか、ね、はい、あとそのスリップしてみたいな見えてる状態っていうのは結構記憶に残って、はい、その瞬間ぐっと守るじゃないですか、はい、それと同じような現象がこう、道路に出た瞬間、車がこう動いてるのを見た瞬間とかにぐっとこう入っちゃうんですよね、はい、そうするとこうスイッチ、トラウマのスイッチ入っちゃって、はい、体が防御しちゃう、防御反射を起こしちゃうっていうケースも結構あって、はい、まあ、そうすると防御反射を起こしてぐっと体が固まくなるから血液循環悪くなるんで、あのいろんなところにこう溜まりやすくなって症状出たりとかそういうケースがあったりとかして、はい、まあ、結構この辺を時間が経ってくるとどんどん忘れてくるんで、忘れない人もいるんだけど、はい、結構忘れることが多いので、時間とともにそのトラウマも解消されていくケースもあるんだけど、あとはその別な記憶とのその総合的ななんか関係性で消えたりとかね、なんか嬉しいことが多かったりとかすると、はい、それにこうかき消されてってっていうのもあったりとか、はい、まあ、それは精神的なものっていうか精神的なアプローチでカウンセラーとかがやっていく手法だったりとかするんで、はい、まあ、僕らもカウンセリング学んでる先生は使えばいいんだけど、まあ、僕らは体の反応として見ていった時には、はい、そこもちょっとチェックした方がいいかなと思うんですね、はい、でまずその外傷性のところに関しては、例えばね、あの後ろからもう突っ込まれたっていう状態の時であれば、はい、大概足で踏ん張るんで、はい、ゴーンってこう後ろからこう、ドーンってくるから、はい、その時に足でこうグッと踏ん張るんで、はい、だその時に足に問題が起こって、あの そこからおかしくなる。うん、1週間とかその時に痛みがなかったところ、特に首なんだけど、はい、首がおかしくなってくるっていうのはムチ打ちっていうふうに言ったりするんですけど、はいはい、あのムチ打ちって首が原因じゃなくて足がほとんどなので、そうなんですね、グッとこうあの踏ん張った時の問題ですね、はい、ただこれもあの右後ろから来たのか左後ろから来たのかまっすぐ来たのかによってもこの加わる位置がこう変わってくる力の入り方がね、こっち行くのか前行くのか右左なのか、はい、であとは横からこう突っ込まれた時にゴーンとこっち側に来るじゃないですか、はい、こうなった時にこう今度肘がこう何かにぶつかってグッとこう入ったりとか、ね、そうすると肩がおかしくなったりとかするし、はい、その事故の状況を詳しく聞く、うん、まあ、結構僕の動画とかでも、はい、あの交通事故の、ね、ケースもあったりとかするんですけど、はい、その時にもうとにかくいろんな状況を聞く、うん、まあ、自転車でこうぶつけられたっていうのもあるし、はい、なんか自転車乗ってて
で車にゴンとぶつかったとかっていうのもあるし、うん、まあ、いろんなパターンがあるの で、はい、でその力が加わってきたっていうのがまず一つキーなんですよ、うん、普通のそういう事故以外のものであれば、はい、症状であればもう簡単っていうか、循環が悪くなったその生理学的な問題と、うん、あと重力の負荷ですね、うん、はい、ここがやっぱりメインになってくるのでそこを解除してあげると良くなるんですけど、はい、その外部的な圧力が加わったっていうところに関しては、うん、それはそれでまた別で見てあげないと直せないというか、はい、直し方は同じなんですよ、ただ分析の仕方がちょっと違ってきたりとかするので、うん、はい、まあ、そこはすごく問診が大事になってくるのかなと思ってます、ね、うん、なので外傷性のものを持ってるっていうふうなところを意識的に探していって直していくと、はい、まあプラスアルファっていうかすぐ良くなるケースが多いんですけどね、うんうん、あとはそのトラウマ系のもので、はい、まあ、何でもいいと思うんですけども、トラウマを解除できるような施術を持ってやってあげるといいのかなというふうに思います。はい、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います。またメルマガ登録いただきますと、こういったお話だったりとか施術動画もご覧いただきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では本日はこれで以上です。ありがとうございました。